腹減ったね。また昨日もお腹空いてなかった？あ、すくよ。毎日すくよ、人間だから。うん、バーベキューやろうか。あ、その前に虫除けしとこう。私スプレー持ってきたから。お、ありがとう。準備いいね。準備いいでしょう。うん、じゃあやるか。はい、召し上がれ。ん？ん？何これ？お肉だよ。お肉だよね。うん、焼いてある。焼いといた。あ、焼いといた？え、焼いちゃったの？焼いちゃっといた。あ、焼いちゃっといたんだ。焼いちゃっといた。え、いつ？え、ずっと一緒にいたじゃん。え、俺がトイレ行った時。もっと前に焼いといた。もっと前。俺が川の方に遊びに行った時。もっともっと前に焼いといた。っていうか、家出る前に焼いといた。え、家で焼いてきたの？うん、焼いといた。全部いいでしょう。あー、あれ？あの、バーベキューだから、あの、ここで焼くやつ。時間もったいないじゃん。あー、なるほどね。だってその方が早いじゃん。早いか。うん。え、全部焼いてきたの？うん。すごい。台無しだ。お肉以外にもたくさんあるよ。はい、これ貝。召し上がれ。あー、もう殻が開いてるね。うん、開けといた。開けちゃっといたんだ。開けちゃっといた。あ、そう。バーベキューしながらね、殻が開くのを待つのがね、楽しいけど。はい、食べて。バターと醤油とカレーも垂らしといた。バターと醤油とカレー。あとこれ。何これ、トマト。親戚のおばさんがくれたの。そのまま食べるのが素材の味がして美味しいって言ってた。それを家のオーブンで焼いて、中にチーズ詰めといた。だよね、がっつり調理しちゃってるよね。素材の味消えちゃってない？あとカレーも詰めといた。カレーめちゃくちゃ使うね。めちゃくちゃ余ってた、家にカレー。はい、カレー。余ってたんだね。うん、まあ、せっかくならここでカレー作りたかったけど。なんでそんな言うの？女の子が頑張って用意した手料理に文句言う男ってほんと最低だよ。ああ、ごめんごめん。あ、そうなの。この場合もそれ適用されるんだね。せっかく朝早く起きて庭でコンロ用意して炭に火起こして一生懸命焼いたのに。ああ、それをここでやりたかった。うん、ありがとうね。でもね、それをここでやりたかった。もういい。ん？一応マックも買っといたから、マック食べよう。マック買っちゃったんだ。あ、ありがとうね。でも気持ちはバーベキューかも。全然嬉しくなさそうじゃん。せっかくナゲットのソースバーベキューソースにしといたのに。あ、一応バーベキューへの意識はあったんだ。私バーベキュー好き。うん、じゃあ川で釣りでもする？釣った魚焼いて食べるとかどう？カナメここにいていいよ。私魚引っかかってるか見てくるから。引っかかってる？網敷いといたから。網敷いてた。キャンプの漁法じゃないよそれ。あー、まあ、てかお腹空いてないかも。うん、空いてないわ。じゃあ花火する？花火しよう。花火。はい。燃えちゃってない？火つけといた。一緒にやりたかった。